こんばんは、平井博明です。今回はですね、パワーフェードの打ち方をやっていきたいと思います。ハッシュタグパワーフェードでちょっと盛り上がってる感じがしたんです。そもそもフェードって2000年ぐらいまでは距離が落ちてしまうっていう印象の球だったんですけども、伊沢俊光プロがですね、距離の落ちないパワーフェードって言って、すごい強い球でフェードを打つ、マスターズ4位にもなって、そこからパワーフェードっていう言葉がすごく浸透してきたと思うんです。それが2000年2001年ぐらいからですかね。でそこからすごくクラブなんかもスピン量がすごく減ってきたりして、特にフェードを打たないといい回転数のドライバーショットが打てないようなボールとクラブにもなってきてるんで、ここ最近だと特にスピンが少ないドライバーのヘッドが多いです。なんでフェードの方が球筋が安定するって結構言われてます。でフェアウェイに置きに行くショットに関してもフェードの方を置きに行けるんじゃないかっていう意見もすごく多くて、だから特に置きに行くショットなんかフェードが多分一番多いと思うんですよ。距離の落ちない自分の飛距離を打てるフェードの打ち方を今日はやっていきます。平井博明のワンナップゴルフ。まず絶対条件としてドローもフェードも球は捕まえなきゃいけないっていうのは前の動画でも言ってるんです。なんでフェードを打つにしても球は絶対に捕まえてあげないといけない、こうやって削ぐようには打ってはいけないというのが絶対です。すごく大きく曲げるんであればこうやって削いで打ってもいいんですけども、そのコース内の幅で球をコントロールしたいフェードの場合はちゃんと球は捕まえてあげて打ってあげないと飛距離がどんどん落ちてしまいますので、それはもう絶対捕まえて打ってあげてください。動きとしてはストレートを打つ普段のショットとあんまり変わんないんですよ。大きく変わるとこっていうのはインパクトからフォローにかけてのクラブの抜ける場所だけが違うのかなっていう感じはします。ストレートボール打つときはターゲットに対してクラブと右腕をまっすぐこういう風に出していくんですけども、フェードになってくると体の回転がメインになるので、このまんま出しながらフォロースルーで左を向く度合いが少し強くなる感じなんですよ。そこで注意点としてはインパクト後に左を向けば向くほどクラブがこうやって離れるんですよ、体からこうやって。なんでパワーフェードを打つときは大事なポイント、ダウンスイングから左脇を若干締めながら回転してあげる、これめちゃくちゃポイントです。これはね4万円ぐらいのネタかな、すげえポイント。そのポイントに対して注意点は左脇を締めるんですけども、グッて肘を曲げて締めたら意味ないので、伸ばしながら左脇を若干締めて体とクラブを同調させてフォロースルーの回転をしてあげる、これめちゃくちゃポイントです。実際行ってみましょうか。めっちゃいい。それでめっちゃいい。あれだったらマスターズ取れる。4位になる。あれいいな。今のいいな。あ、マスターズって言っても、イナバーディークラブのマスターズです。ごめんなさい、関係なかったですね。今のなんかも意識した点っていうのは、インパクト、ダウンスイングからインパクトまでの左脇を締めながら腕を伸ばして回転するっていう、このポイント。を今相当意識したんですけども、なんでこう球をちゃんとこう捕まえながらボールを逃がすっていう矛盾な球なんですよ。そうするとパワーフェードっていうのは打ちやすくなるんですね。アドレスのボールの位置だったりスタンス、ボールとの距離、全て普通のストレートボール打つ時と変わらないです。僕の場合はですけど、変えずにダウンスイングからフォローまでの体の動きだけ少し変えてるっていう感じなんですよね。ちなみにドロー打つ時は体の回転を抑えながらクラブの動きを勝たせてあげると自分の場合はドローが出るんでそれで打ってますけど、今のパワーフェードの場合は体の回転をメインにしてあげて打ってます。と振る感覚の注意点としては、大きく打ったりドヨーンって打っちゃうと球が捕まりすぎちゃうんですよ。ドロー系が出るんで、どっちかというとちょっと歯切れのいいパンパンっていう回転というかクラブの動きを意識して打ってあげた方がいいです。であとはクラブの軌道なんかはゴルフの基本のアウトサイドインをイメージするだけでいいです。行動には移さなくていいので、頭の中はアウトサイドインっていうだけでいいので、行動に移すと本当に大きいスライスがかかっちゃうんで行動には移さない方がいいです。だからインサイドから
こうやって球を捕まえるっていう捕まえ方じゃなくて、フェイスローテーションで球を捕まえるっていうイメージですかね。そのイメージを持っていただいた方がいいです。で、いろいろ細かく言ってますけど、細かく言ってるってことはパワーフェードって難しいってことなんですよ。ポッとやってできるものではないです。それぐらい難しいものなので、やっぱ練習が大事になってくるんですよね。ただ打ち方だけはポイントとしてお伝えしてるんですけども、まっすぐ構えて何にも考えないでパワーフェード打ちたいんだったら、海外製のドライバーを使ってあげたら出やすいですよ。その理由としてはヘッドのスピン量が少ないんで勝手にパワーフェードが出てしまうっていう感じなんですよ。そうだから、いろいろメーカーありますけど、まあ、大手3社海外メーカーを使ってあげるとちょっとフェードが出やすいというか、意図して打ってないんで抜け玉っていう判断する方もいるんですけども、マシツとしてはスピン量が入らなくてロースピンでこうちょっと右に切れるような球が出やすいですね、うん、それはどうしても海外ドライバーってそれが多いんで仕方ないんですよ。海外ドライバー使ってあげた方がフェードは打ちやすいと思います。あとシャフトの長さなんですけど、あんまり長すぎても良くないんですよ。長すぎるっていうのは 45.5 以上っていうのは長すぎますので、ここで一つもう一つポイントなんですけど、ドローもフェードも自分から打つ球じゃないですか。で、そういう自分から球をいじる場合っていうのはシャフトが短ければ短いほどやりやすいですので、長ければ長いほど触れれば飛距離は出るって言われてますけども、ボールをコントロールしないでストレートを打つに限りなんですよ。自分で球を操作するフェードドローを打つんであれば絶対レングスは短い方がいいです、うん、それはもう絶対なので、サンドウェッジが一番コントロールはしやすいはずなんですよ。あんまり長いクラブっていうのはおすすめしないです。で、あとは飛距離との両立ができないんですよ。なんで飛距離を出したいんであれば球を曲げることは相当困難、難しいので、どっちを取るかなんですよ。球を操作したいのか曲げたいのか飛距離を出したいのか、それはもう絶対に一致しないというか、で、いやその中でも飛んで曲げられる人いるじゃんっていうのは、もともと飛ぶ人ですので、だから今のご自身の飛距離からアップをして球を曲げることっていうのは相当な技量が必要になるんで、どっちか選んであげた方がゴルフは優しくなると思いますね。あとパワーフェードを何のために自分のゴルフに取り入れるかもすごく重要で、例えば置きに行きたいんだけど置きに行くと距離が落ちちゃうから、置きに行くんだけどもしっかり自分の距離を打ちたいっていう方にはすごいおすすめです。フェードって多少なりともクラブがバチンって走る感じではないんですよ。ドローの方がバンって走るんで、だからボールを飛ばしに行くこう球質ではないので、パワーフェードって言われてるんですよ。パワードローとは言わないじゃないですか。のでもともと飛ばしに行くんだったらドローボールをハイロフトで打ってあげた方が飛ぶんですよ、まあ、12、3度ぐらいのドライバーでドロー打った方がやっぱ一番飛ぶんで、でもご自身の 10.5 とか 9.5 度のドライバーとか付近のロフトでフェードを打ってちゃんとした球をこう飛距離を打ちたいっていうんであれば、やっぱりそれなりに体を硬く使ってあげて回転をしっかり加えてあげてボールを打ってあげないといけないので、難しいですけども、それをきっちりやっていただくとパワーフェードっていうのは出やすいですね。練習場でちょっとこう試しにやってみるのはすごくおすすめします。俺はローパワーフェード、本気でフェードを打ってないから距離は絶対落ちてない。あ、そうなんだ。そういうフェードは打てないから。じゃあドライバーで打ってるフェードはちょっと落ちてんだ、距離が落ちてる。で、落ちていいと思って打ってるし、完璧にフェードを打ちに行くときって絶対フェアウェイキープしたいときが多いのね。それなのによーし自分の飛距離を打とうって思いたくないのよ。疲れちゃう。そうだから贅沢をしないというか、例えば俺が250ヤードとするじゃない、したら235から240ヤードのヘアウェイだったら120点と思って打ってる。10から15ヤードぐらい落ちても全然いい。それでフェードだけど250ヤードきっちり打とうとしたらもうね、頭の中が疲れちゃってゴルフになんない。だから絶対それはやらない。そう、あのフェードは、そうでしょ、ありがとうございますあのフェードはフェードかかれば話になるからっていうフェードなのよ。ちょっとそのふざけた感じでフェード打ってみていい？いつものフェード打ってみていい？もうこれ完璧なんだけど、どっちかって言ったらこうやって打ってる言い方悪いけど流してんのよ。そう、そこまであれに根気を入れてない。そう、それだったらストレートかちょいドローを打つときにこうやってなる。えじゃあストレート
打った方が距離は出るんだ。出る、ストレートが一番飛ぶから。あ、そうか、曲がってないし。そう、そうなの、そうなので、一番効率がいいのよ、うん、バンクスピンも縦にかかるし、それが一番やっぱり距離が出るって言われてるのね、うん、それ打つときはコースで、結果的にストレートになるけど、ストレートを狙って絶対打たない。やっぱどっちからなんだ。あ、の方が楽だから。そう、絶対曲げた方が簡単だから、ゴルフは。これは多分ね、言わせてもらうけど、多分絶対だと思うよ。そう、うん、曲げた方が絶対簡単。やってないから大きなこと言えないけど、100球フックってつったら、多分一発もスライスは出ないの。これは多分俺自分自身で絶対だと思う。で、100球スライス打ってつったら、一発もフックは出ないと思うの、うん、それがコースでやっぱ大事だよね。出ちゃうね、出ちゃうね。高い低いも出るね。十字に出、ね、そう、十字に出ます。だからどれが出るか分かんなくなっちゃう、ストレートボールって。いや、本当にじゃあ真ん中しか、そう、100点しかストレートが出ないっていう感じ。だからもうフック打ってスライス打ってって言ったら0点はないから、うん、最低点が60ぐらいで収まるから、うん、最悪ストレートぐらい。そう、そう、かかりきらなかったで、フック打とうとしてはないけど、でも可能性としてかかりきらなかったぐらい、スライスすることはまずない。だから絶対そっちの思い描いた球が出るから、曲げた方がゴルフは楽なの。それが薄くなればなるほど、度合いが狭くなればなるほど、ちょいドローちょいフェードっていうのが最高に難しい。ブリーンっていうフックとブリーンっていうスライスは超簡単だから、うん、やりゃいいんでしょっていう、うん、だからそれぐらい球を意図して大げさにコントロールした方が予想がつくんだよね、うん、だから俺いつもレッスンしてて思うのは、自分が出る球をどこまで予想して想定内にしてますかっていうことが大事なの、ゴルフって。だからそれがどこまで想定できてるかで自分が対応できるじゃない。だけどナイスボールしか見えてないとクレーム対応ができないじゃない。それが大変。ボールはできれば置きに行く、飛ばしに行くにしても、多少曲げる意識はあった方が、そういうそれっぽい球は出やすい。ぜひ練習場でですね、わざと曲げる、まあこれも動画で結構何回も言わせていただいてるんですけども、わざとボールをこういじって曲げてあげるっていう練習を遊び半分でやっていただけると、そのクラブの使い方っていうのも分かってくるんで、ぜひ練習場でトライしてみてください。じゃあさ、うん、ドライバーってさ、ストレートボール狙っていいですか。ないね、15年、分かんないけど、記憶の中でコースでストレートボールを打とうっていうことはないね。ほとんど、ほとんどっていうかない。打てないと思ってるし、そういう練習しない。ドライバーでまっすぐ打とうっていう練習はしてないよね。いや、多分皆さんドライバーで普通の練習場でストレートボール打とうとして練習してる人いないと思うよ。怒られる。でも正直言ってあんまり意味ないから。まっすぐ打てた、うん、打てないから。打てないっていうか難しすぎて、そういう練習はあんまりおすすめしない。ストレートを打とうとする練習をドライバーでね、はおすすめしない。でもやっぱ練習できたらまっすぐ飛ばしたいよ。うん、飛ばしたい、飛ばしたい。だってやっぱそのまっすぐ飛ばそうとしてる方が多いんじゃない。うん、その練習は練習上の自己満練習になっちゃう。だからドライバーが難しい。そうかもしれないね。意外とドライバー苦手な方の練習方法って、練習場でストレートボールを出そうと思って練習してる方が多いかもしれない。自分の落としたい場所あるじゃない。例えば250の看板がヘアウェイど真ん中だとしたら、あそこに落としたいわけで、じゃあしたらあそこにどんな球でも落ちる球を自分で打てればいいだけなの。でもパッと見ね、じゃあ250ヤード打ってっつったら250ヤードのストレートで打とうって思っちゃうじゃん。それがダメ、ダメっていうか良くないんだよね。それは今ね、大げさにこうやってやってるけど、それが1球目ドローで250ヤード行ったって、2球目フェードで250ヤード行ったっていいのよ。それがコースの練習だから。同じ球を打ち続けなきゃいけないっていうのはプロだから、そう、そんな練習は全くいらない。そうだから、ドライバーの練習方法ってもちろん一定のスピードで一定のスイングで打つことも大事なんだけど、でもそれはスイングじゃない、球質は関係ない。それに対してストレートボールを打とうとしたら、もう
難易度マックスだから、難易度マックスってことは取得できないんだよね、ほとんど。だからどんな球でもいい、とりあえずヘアウェイに行けばいいっていうんだったら、球筋を自分からいじるのも大事だけど、とりあえずドライバーだったらどんな球出てもいいから自分のターゲットに落とす練習をすること。したらドローの方が楽なのかな、フェードの方が楽なのかなってなってくる、自分の中で。それを球をいじらなくても、そう、イメージが出やすいことあるから、それが持ち球だから。だから一球ストレート打っていい250ヤード出す、めっちゃストレート多分次は出ない、やめます、やめます、はい、下手なのバレますでも今のイメージは動画撮ってるからこうやって打ったら、あんなスイングコースじゃやらないから、だからそれぐらいもうよそ行きになっちゃうの。そう、よくないよねこういうの。だからコースでじゃあ250ヤード落としてって言ったら絶対この球で打つから、完璧ですよね。PF パワーフェードあれが多分10球ずつ打ったらもうあっちの方が圧倒的に確率高いから、もう本当に1球目のストレートはまぐれっていうか、本当にあ出たんだって感じだから。でも今のフェードっていうのは出そうとして打ったから、そうだから出そうとして打つと次ドロー打つにしてもイメージがいいわけよ、自分の動きでその球を操れるから。そうだからストレートボールを練習するっていうのはすごく危険なこと、コースでいいショットを打つための練習ではちょっとなくなっちゃうかなっていう感じなんで、そこはちょっと気をつけていただきたいポイントになりますね。じゃあ今回はですねパワーフェードについて動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。